マツダは4月29日から5月4日に一般公開される北京モーターショー2018にて新型3列シートクロスオーバー SUV CX-8 を海外初公開する。CX-8 はマツダ国内 SUV ラインナップの最上位モデル。昨年12月の国内発売以降、累計受注台数が2万台を超えるなど、幅広い層から支持を得ている。今回、世界最大の自動車市場であり、大型 SUV 人気が高い中国のモーターショーに参考出品し、中国及び海外のユーザーにも広く紹介する。マツダブースではこのほか、ロードスター RF や CX-5、アテンザといった新世代商品群から計10台を展示する。